こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターから来ました川島と言います。よろしくお願いします。それでは、ここからの話はこのタイトル、セマンティックウェブ技術を活用した、生命科学データ利用環境の紹介ということで、話をさせていただきます。朝の一番の箕輪さんの、講義の中で、日本のデータベースのいろんなプロジェクトの、連携とかですね、活動についての話があったと思うんですけど、その中でデータベースの基盤技術開発っていうことが言及されてたと思うんですけども、一応この私の所属している DBCLS というセンターはその、NBDC と連携してそういう基盤技術の開発を主に注力しているセンターになります。それでだからいささかちょっとこういう講習会としてはちょっと概念的な話が多くなってしまうかもしれませんけど、ご了承ください。一応講義の流れなんですけども、そのセマンティックウェブというのがタイトルにありましたが、それが 何かということについて、それからその生命科学データベースの RDF 化ということについて、最後に DBCLS で開発している統合ゲノムというサービスと統合スタンザというツールの紹介をします。で朝、箕輪さんの話の中にもでも触れられてたと思うんですけども、DBCLS のミッションの一つとしてですね、その生命科学データベースを統合する技術開発というのが、挙げられています。で統合データベースを統合するっていうのは、いろんな考え方があると思いますし、いろんなやり方があると思いますけども、一応そのこういうセマンティックウェブ技術を使ってやるっていうことに今フォーカスして、研究開発を行っています。で多分もしかしたらそのセマンティックウェブ技術っていうのはほとんどあまりご存じない方もおられると思いますので、それに関する紹介をちょっとしたいと思います。で セマンティックウェブのウェブはいわゆるインターネットのウェブなんですけども、じゃあ普通のウェブとどう違うのかということですね。で普通のウェブっていうのはこんな皆さんよくご存知のブラウザでこう情報を見るようなページでして、HTML っていうので記述されていて、基本的に人間が読んで使うというのが前提になってます。でこれはこれで非常に便利なわけですけども、当然その大量のデータを処理するとかということになると、あまりにもこう人間に依存した構造をしているので、機械処理には向いてないわけですね。で、実はそのデータベースっていうのは一応機械処理をすることが前提に作られている部分もあるんですけども、これまでのデータベースも必ずしもその人間が関与しなくても自動処理ができるのかというと、実はかなりいろんなところで、暗黙的な人間の知識を要求しているところはあるんですね。で、一方そのセマンティックウェブっていうのは何かと、一応このように計算機コンピューターが利用することが前提になっている、コンピューターリーダブルと書いてますけども、でこのイメージとしてはこういう感じですね。で、これはなんか適当ななんかこう概念の、関係の例ですけども、例えば哺乳類というのがあって、それはアニマルの一種ですよとか、ここにクマがありますけど、クマっていうのは哺乳類の一種ですよとか、こういうその、これは生き物の関係をちょっと、図示したネットワーク図ですけども、概念的にはこういうことで、個々のこういうクマとかクジラとかっていうのがウェブ上の、URI、URL とか URI とか言われるもので表現されていて、その間の関係もインターネットの URI で表現されていて、それらのつながりを使って今まで人間が読んでいたようなデータベースを、表現すると、それがセマンティックウェブの概念です。でそのセマンティックウェブっていうのはいろんな技術要素をまとめた、パッケージなんですけども、その中で特に重要な3つの技術要素として考えられるのが、
RDF というものと AURL というものと、Sparkle というものがあります。で、RDF というのがそのデータを記述するための、フォーマットみたいなものと考えてください。取り決めですね。フォーマットも含んでいますけども、ものです。で、さっきのその、ネットワーク図みたいなものを書くときに使う、記述方法が RDF です。で、AURL っていうのはですね、そのオントロジーという言葉を聞いたことがあるかもしれませんけども、生物の世界、生命科学データベースの世界だと、ジーンオントロジーというのが割と広く使われていると思いますけど、そういった概念を計算機で利用できるような形で、データ化する取り組みがいろいろありまして、そういうのをオントロジーというふうに呼ぶんですけども、概念というのは例えばタンパク質とかですね、遺伝子とか、何でもいいですよ、遺伝子発現とかそういうのも全部概念として捉えられるわけですけども、そういったものを、統一した形で利用するための仕組みがオントロジーで、それを記述するための言語に AURL というものがあります。で、これとこれも非常に密接に関係があるわけです。で、もう一つ最後に Sparkle っていうのがあるんですけども、これは問い合わせ言語になります。で、リレーショナルデータベースを、使ったことがある方は SQL というのをご存知だと思いますけども、この RDF というデータをは当然そのデータベースストアに入れて使うんですけども、それに検索するための専門の問い合わせ言語があって、それを Sparkle という言語が担っています。で、一応この3つとも、W3C の、標準として、定義されているものですので、例えば NoSQL みたいなそのデータベースの技術が最近流行ってますけども、そういったものの一つとしても捉えられるんですけども、一応その標準があるというところに関しては、それほど流行り廃りというものに関して言うと強い技術かなというふうに考えています。ではそのちょっと RDF っていうことを紹介したいんですけども、リソースディスクリプションフレームワークの略です。で、リソースっていうのがこうウェブ上にある情報資源のことを指していて、といってもちょっと抽象的に感じますけども、要はその URI で表されるものを全部リソースというふうに考えます。皆さんがインターネットのブラウザに http:// なんとかなんとかって入れると思いますけども、ああいうのを全部リソースと呼んでいます。で、そのリソースの3つの組み合わせを使って、最小単位を作って情報を記述するのが RDF の考え方ですね。で、概念的に書くと、この主語、述語、目的語っていうふうに、書くんですけども、それぞれが、主語も URI で、こう述語というものも URI で、目的語っていうのは URI か、もしくはリテラルといって、リテラルっていうのはそういう HTTP とかではなくて、文字、ただの文字ですね、文章とか数字、データを表すための数字とか、そういったものをリテラルと言います。で、この目的語っていうのもが URI の場合は、これは当然次の主語になれるので、この SPO がまたこれが S になって SPO というふうにつながっていくことで、いくらでも複雑なデータを表現することができるということになっています。で、一応そのちょっとここが結構初めて聞く人には混乱を起こしさせてしまうところかもしれないんですけども、この実際にこの URI にアクセスじゃできる必要があるのかというと、それは基本的にもちろんアクセスして何かがウェブブラウザで表示されることは望ましいとされているんですけども、技術という面から言うと別にアクセスできるかできないかということはあまり関係ないんですね。できた方がもちろん理想的なんですけども、できなくても一応 RDF ということを記述することはできます。ただのテキストデータとして作ることができるというふうに一応考えてください。で、もう一つちょっと、言い忘れたんですけども、この URI、URI っていうのももしかしたら馴染みない方がいるかもしれなくて URL っていう言い方もあると思うんですけども、
まあ、一応、簡単に考えると URI の方は URL を包含した考え方です。で、さらに RDF1.1 っていうのが少し前に出たんですけども、そこからは実は IRI を使うということになっていて、まあ、これもっと聞き慣れないと思うんですけども、実はこの全部ここが今 IRI なんですね。で、IRI っていうのは URI を包含するもので、国際化された URL のことですね。だから日本語とかが URL、ブラウザのこのアドレス入れるところに日本語って最近は入れられるようになったりしてると思うんですけど、いろんな言語に対した国際化した URI が IRI なので、まあ、一般的にも皆さん同じようなこととして理解していただければいいと思います。一応性格を期すると IRI を使うことになっています。それで、ちょっとさっき言いましたけども、そういうこれが一つの SPO と思ってください。 SPO は次の SPO につながったってっていうふうに、まあ、目的語が、リテラルなんか文章だったり、文字数字だったりするときは次の主語には一応なれないんですけども、そうでない場合はいくらでもこうネットワークを作って、これ全体としていわゆる数学のグラフといわれるような構造を形成していくのが、セマンティックウェブの、RDF のデータということになります。で、じゃあ実際に RDF どういうふうに記述されているのかということが気になると思うんですけども、これはユニプロットという、これ結構有名なデータベースなのでご存知の方が多いかなと思うんですけども、インターネットでユニプロットのウェブページにアクセスするとなんかこんなようなページが出てきて、ある特定の、これアポイーですね、なんかアルツハイマーに関わってくるタンパクですけど、アポイーという、タンパク質に関して、まあ、さまざまなデータがこうコンパイルされていて、まあ、配列だとか機能だとかがこういうふうに1枚の、ページとしてまとめられているんですけども、実はユニプロットっていうのは裏は、RDF でデータ管理されているデータベースになっています。ですので、その開発している段階ではこのように、RDF の三つ組みと言われる形で表現されていて、全部このように URI ですね。で、ちょっとさっき三つ組だって言ってて、これ三つ組に見えないかもしれないんですけど、まあ、これは省略記号を使っていて、これが主語で、で主語が、同じな時にこう省略してるんですけど、主語述語目的語主語述語目的語と、でこれは次の別の主語で述語目的語述語目的語と。ですので、例えば読み方としては、このユニプロットが表している IDP02649というタンパク質の、は、例えばそのタイプな、そのは何かというとタンパクプロテインですよと。で、これはユニプロットが定義しているオントロジーがあるんですけども、まあ、そのオントロジーの中でプロテインというものですよと。で、それを、コード、そのどの生物のゲノムにコードされているのかというと、この9606、まあ、これはホモ・サピエンスなんですけど、人にコードされていますよとかですね。あとはこういう、例えばウィキペディアに参考になるような記事がありますよとか。で、具体的なシーケンスはこの URI で、参照してくださいと。で、次この例えばこの URI は先ほど言ったみたいに、これ目的語なんですけども、目的語が次の主語になって、で、じゃあこのタンパクのアイソフォームの一番はこういった配列、タンパク配列ですよと。で、これがさっき言ったリテラルというものですね。これは主語にならないんですけども、まあ、こんなふうに配列も表現できると。ということで、まあ、いささか人間が読み解くには使いやすいとは言えないんですけども、実はこれはコンピューターで制御し、大量のデータを扱っていくという観点から言うと、すごく扱いやすいというふうに、考えられるわけです。で、その長所を挙げますけども、まずその URI というのはグローバルな ID なんですね。グローバルな ID どういうことかというと、要するに例えばジェンバンクっていう、まあ、NCBI のデータベースと、例えば、何でしょうね、まあ、KEG という日本のデータベースがあったとします。で、それぞれは独立して別に開発しているものなので、エントリー ID とかそういったものは、その閉じた中で自由につけてるわけですね。そうすると、じゃあ全く同じ ID を使うっていうこの危険性もあるわけです。で、指してるものは違うのに。だけど、この
HTTP で始まる URI というものは、当然世界のどこにブラウザにアクセスしても同じ情報が閲覧できますよね。でそれは別にお互いに、ID をつける前に話し合ってこれは使わないでねとかしてるわけではなく、あの構造からあのバッティングしないようになってるわけです。そういった意味でそのグローバルな ID なので、分散、つまり異なるデータベースを作っている人が独立に作っていても、問題が起きないで、かつ、曖昧性というものがを減らすことができるというような利点があります。でかつだから分散して使える上に、同じものを指すときは同じ URI を使いましょうという、これはその使わなくても記述はできるんですけども、そういったルールを取り決めやすくなっていて、そうすると異なったデータを統合するということが比較的たやすくなります。あとはこのオントロジーですね、共通のオントロジーを使うことで意味的な統合もやりやすい。で、例えばジーンオントロジーっていうのを紹介しましたけども、それ以外にもオントロジーっていうのは今世界的にいろいろな研究者によって作られていて、あのアメリカのバイオポータルというポータルサイトに行くと、何百というその専門的な、語彙集があってですね、そういうものを使うことによって、異なるデータベースの間で統合がやりやすい。で次に、RDF はグラフ構造なんですね。で SQL リレーショナルデータベースの場合は、テーブル型のデータベースなんですけども、初めにスキーマを作って、でその作った後にそれまで想定もしていなかったような何かことが起き、概念が発生すると、スキーマの作り直しというのが発生すると思うんですね。でもグラフ構造はそういうのに対して比較的強くて、新しい要素を変を1枚ポッと加えるだけで、あとは変更しなくてもいいという利点があるので、特にバイオロジーの場合はどんどん新発見がされて、今までこういうものだと思われてたものが必ずしもそうでないということは、皆さん日々経験されることだと思うんですけども、そういった時に対して比較的データベースがの変更を加えなくてもいいという利点があります。もう一度ちょっと比較しますけども、データ構造 RDB とRDF のデータベースは、データ構造がテーブルとグラフの違いがあると。で問い合わせ言語は SQL、 こちらは Sparkle で、標準という意味ではどちらも標準技術がとして定義されています。スキーマの変更は比較的困難であるということと簡単で、複雑なデータ構造はあまり得意ではない、でこれは簡単というような、利点があると思います。 でそういうそのデータ RDF のデータベースっていうのが、どんなふうに、作られてきているかという話なんですけども、一このセマンティックウェブを提唱したのはインターネットワールドワイドウェブ生みの親の、ティム・バーナーズ・リーという方がいますけど、その方が2001年に、次世代のウェブという形でセマンティックウェブというのを提唱されました。だから最近といえば最近だし、そこそこ時間が経っているといえば経っているんですけども、でそこから数年、2006年にユニプロットが、RDF で作ろうというふうになってきました。でこれは今でも非常に先進的に、RDF 化に取り組んでいる、一番先進的に取り組んでいるグループではないかなと思います。でタンパク質配列がデータベース化されて、で、実は2011年に、PDBJ が、早くもこの RDF 化を、実行されました。で、後で紹介する統合ゲノムという我々 の, その、ゲノムの、データベースなんですけども、それがこれもピュア RDF でできているデータベースで、2013年ぐらいです。で2014年にですね、ちょっと順番が、すみません、2013年か。2013年に、EBI の方で、いくつか、5つぐらいのデータベースが、RDF としても提供されるようになって、具体的にはデータベース名では、ケンブルとか、エクスプレッションアトラスとか、リアクトームとか、あとバイオモデルズ、あとバイオサンプルズっていうのが、RDF として提供されるようになっています。で去年に、NCBI のパブケムと、あとメッシュですねがもう、RDF として提供されるようになってきたので、かなりその主要な分子生物学のコンポーネントに関しては RDF という形式でもデータが利用できるようになってきているなというふうに感じます。ちょっとよその話なんですけども、この EBI の RDF プラットフォームというのを紹介させていただきますけども、
Google で EBI RDF とかって検索すると見つけられると思うんですけども、こういう5つのデータベースと、あとまあユニプロットもこのアライアンスに入ってるんですけども、これらのデータベースに関して RDF をそのバルクでダウンロードすることもできますし、先ほど紹介したそのスパークルという問い合わせ言語で、問い合わせするということも可能になっています。ですので、例えばそのスパークルちょっと書いたことなくて、体験してみたいっていう方は、これそれぞれデータベースごとにスパークルエンドポイントっていうリンクがあるんですけども、そこに行っていただくと、その問い合わせできるようになっています。しかも、書き方が、文法がそんなにわからないっていう時には、サンプルのクエリがたくさん用意してあって、簡単なものから複雑なものまであるので、サンプルクエリを押していただくと、そのサンプルが入力されて結果も見れるということで、結構勉強するのに便利なサイトになっているので、紹介しました。で、ここからその一応ちょっとツールの紹介ということで、まず統合ゲノムというデータベースを紹介します。で、これは DBCLS で、構築している、一応ゲノム、特に今のところは微生物のゲノムに特化しているんですけども、ゲノムに関するデータベースになります。で、例えば、ゲノムに対して、その上に遺伝子の情報ですとか、タンパク質の情報とか、ゲノム、そのゲノムをコードしている生物の情報とか、その生物の、表現型の情報とか、どういった生育環境にいるかとか、あと例えばどういった培地で培養しているのかとかですね、そういった情報をすべて RDF 化してですね、で、それを統合して検索できるようになっているというデータベースになります。で、検索結果の表示というのは、これは後で紹介するスタンザっていうのがあるんですけど、ちっちゃいウェブアプリですね、の、組み合わせで、表現するというようなことを、やってます。で、これ特徴なんですけども、完全に RDF のデータと RDF のストアで開発されていて、例えば多分ユニプロットなんかもですね、ピュア、裏はピュア、ほぼピュアに RDF でデータ管理してるんですけども、多分パフォーマンスの観点から、皆さんがウェブでこう見る画面っていうのは、もしかしたら違う技術を使っている可能性があるんですけども、我々はもうダイレクトに RDF ストアに検索して画面を作るというようなことをやっていて、ちょっといささかちょっと実験的なプロジェクトになっています。で、どういうことができるかっていうの中で、一つファセット検索っていうのを紹介したいんですけども、この統合ゲノムにアクセスすると、トップがこういうページになっています。で、これそれぞれがオントロジーに対応していて、これエンバイロメントっていうのが生育環境ですね。で、タクソノミが生物種で、3つの GO と、あとフェノタイプ、これらに関するオントロジーの用語をですね、何か一つこう指定していくと、それらのオントロジーの、全て満たすような、情報っていうのを絞り込んで表示するというような形になっています。これちょっと試しにやってみたパターンですけども、これエンバイロメントとしてハイドロスフィア、つまり水で、生育環境が水のもの、海とか川とかそういうとこですね、に住んでいるバクテリア、微生物、それから、のうち、例えばジーオントロジーとして、メタルイオンバインディングというような、機能を持ったタンパク質について検索してください。で、さらにその微生物の表現系としては、ハイパーサーモフィルをだけにしてくださいと、つまり超好熱菌に関してだけ、絞ってくださいというような、指定をしたとします。そうすると、そういった遺伝子とか生物とかに関して、これらの条件を満たしたものだけ、ちょっと画面切れてますけども、下に一覧されて、この場合は3817エントリーがヒットしましたよということになります。で、ちょっと今のこの画面を隠してちょっとスライドしましたけど、そのさっきの3817の下、こういうふうになってるんですけども、一覧として、まだ基本的にこの遺伝子の、今遺伝子の一覧がこう出てるわけです。だから、この遺伝子っていうのは、メタルイオンバインディングっていうのは満たしていますし、水の中に住んでいるような
超高熱菌にコードされているっていうことが、まあ、担保されているわけですね。で、そのリストの中に遺伝子とかオーガニズムとか、まあ、環境とかあって、でそれぞれクリックすると、先ほどちょっとお話に出たそのスタンザというものの組み合わせで、情報が表示されるレポートが閲覧できます。で仮に今これ、すいません、今生物っていうのを、リンクをクリックすると、こういった生物種のレポートページが出てきて、まあ、これがその生物のレポートになります。で、まあ、RDF で持ってるデータの中で、なんかこう意味的なまとまりがあるものを、こういうのを全部我々がこうスタンザと呼んでいって、独立したウェブアプリケーションでこれだけ呼び出すことができるんですけども、こういったものの組み合わせで一つの、生物に関する情報を一覧できるようにしています。仮にちょっとこの先頭の部分を拡大しますとですね、ストップに、ナノスタンザと呼んでいる特徴をアイコンで表示するようなスタンザが並んでいて、まあ、例えばゲノムサイズがどうですよとか、 GC 顔料どうですよとかで、まあ、こうセルのシェイプとかアレンジはこんな感じですよとか、グロースの時の pH がこれですよとか、そういう情報がこう一覧されます。でそれ以外には、あと普通に基本的な情報ですね、生物種の名前ですとか、ゲノムの特徴ですとか、まあ、ちょっとしたいろいろ表現系のこととかいろいろあるんですけども、まあ、こんな感じで、知識をコンパイルして表示するような、サービスになっています。でこれをその実際にその表示するのに使っている統合スタンザっていうシステムがあって、これはまあ、ウェブのアプリケーションを作るためのフレームワークなんですね。だからちょっと開発者向けの話になってしまいますが、まず使い方は実は結構簡単で、すでにスタンザが多分ここに、これオーガニズムネームスという名前のスタンザをこの統合スタンザ .org で公開してるんですけども、これを使うだけ、皆さんが例えばなんかデータベースを開発していて、その中に一つ機能を入れたいっていう時は、この一行を書き込めばその直接インターネット越しにアクセスして表示をしてくれるというふうな形になります。で一回だけこの JavaScript を呼び出すおまじないを書く必要があるんですけども、あとはこれらを、必要なだけ並べれば、その数だけコンポーネントが表示されるということになります。だから使うのは簡単です。で、まあ、作るところは、まあ、ちょっといささかプログラミングが必要になるんですけども、一応この統合スタンザ .org というポータルサイトを提供していまして、今まで作られた、総数で今多分50とか100とかあるんだと思うんですけども、それとはそのスタンザの一覧が見れるサイトと、あとここのドキュメントにその開発するために必要な情報とかですね、ソースコードとかも GitHub で公開していますので、開発に興味のある方はこちらをご覧ください。まあ、一応ここまでで用意してたもの終わりなんですけども、ちょっと配布してない部分でちょっと追加のアナウンスをしたいんですけども、DBCLS と NBDC で毎年バイオハッカソンという国際的なハッカソンを開催しています。で年1回開催してて、今年で8年目なんですけども、最近は、まあ、ハッカソンなんですけども、主にセマンティックウェブ技術を使ったデータベースの開発とか利用に関するテーマを、そういうことをテーマにして、開催しています。でこれは9月に長崎で今年は開催するんですけども、この分野で研究して開発している海外の方も大勢来られるので、そういった方とこれ1週間合宿形式でやるので、すごくコミュニケーションとかも密に取れるので、もし興味のある方はぜひご参加ください。もう一つスパークルソンというハッカソンも、これは月一度やっていて、これは国内向けなんですけども、 DBCLS の柏のオフィスで開発しています。でテーマ的には先ほどと同じで、セマンティックウェブ技術を使ったデータベース開発利用に興味がある方向けなんですけども、これはその初心者の方も全然大歓迎で、もしこういった分野で、今から始めたいんですけどっていう方も気軽にバイオハッカソンもスパークルソンも参加料とか一切かからないですので、来ていただければ、いろんな専門家がいて対応してもらえると思いますので、ぜひお越しください。はい、以上になります。